となくその時やってきた。一冊も読んでね。これ長嶋さんのこと悪い言うわけじゃないけどね、長嶋の息子ね、本があるでしょ。あれね、最初ちらっと1ページめくったの読まないらしいですわ。あの人方金持っとるからね、一生分安泰だ。いいちゃ悪いけど、飯食ってね、飯食ってね。意外とね、そんな楽しくないんですよ。あのね、俺はね、いろんなこと経験しとるからね、多分ですから、いろいろ。ほいで、ね、楽しい時はね、なんかね、脳がね、なんか、華やかな感じになりますわ。学生でやったことないけど。ほいで、今もね、女の子台湾かどっかのメール来たけどね、やっぱあんな相手したらあかんな。どっちみち、嫁はいい嫁もらうからね。俺はなんでその相手するかというとね、なんか情報を得たいから、それと協力してもらいたい。その協力してもらいたいち心がもう失敗のもと。知ってんだけど、知ってん、今頃わかる。そんなもん協力してもらったって、私もならん。俺のは乗るから。70歳やしね。で、例えばね、ちょっと難しい話になるけど。ハーバード大学とか出るでしょ。ほら、心理学とか勉強するんですわ。で、俺らは高卒でね、俺はね、そういうのを、例えば自分で、何やの、紀ノ国屋書店でね、本は紀ノ国屋書店とかいろいろ行って、自己啓発本とかね、経済の本とかいろいろ読んだろうけども、そういうとこを取ってしか勉強せんから、例えば一点集中とかね、ランチェスターの法則とかね、いろいろあるんですけどね、それただ読んだだけね。あれ、ハーバードもそっちからも、向こうから来るからね、年間400万。だいぶ違いだから近い違いなんですよ。だからああいうとこの人は、すぐ経営者になると。松下幸之助とかいうのはマジ工場からかなってたけどね。だからね、俺思うにはね、この頃ね、与沢君とかね、その、転売でもいろんな人おるでしょ、お金持ちようになったり。あの人はみんな同じ苦労してますわ。そんなこと分かってきた。で、富田和成さんつってなんつうかな、ヤフー乗っとる人おるでしょ。しょっちゅう乗ってますわ。ね。アフリエイトで稼いでなんだか、なんか放送みたいな。あの人もあれですよ。ざっと流れを教えると、会話を言うとね。いける。